19歳の福田師王、ボルシア MG トップ昇格、板倉コートの共闘に海外期待。ボルシア MG は16日に公式 X を更新し、セカンドチームでプレーする U23 日本代表のフォワード福田師王がトップチームに昇格することを明かした。福田は2023年に神村学園校を卒業するとそのまま投資、ボルシア MG に加入。4部相当のリーグ戦を戦うセカンドチームで、今シーズンここまで13試合5ゴール1アシストを記録している。ボルシア MG にはアジアカップを戦っているディフェンダー板倉滉が所属しており、ブンデスリーガでの共闘に期待がかかる。やば、これは相当すごいぞ。久しぶりに期待できるフォワード。異国の地で頑張ってる10代って素直にすごいわ。体幹、身体の軸がしっかりしてるから屈強な相手にも倒されないし中田秀俊を彷彿させる。これが成功したら今の高校生たちの新しいモデルケースになるかもしれんね。ズバ抜けた結果とセンスなかったら難しいことでもあるけど。高校サッカーをしている選手たちからしたら希望というか高校サッカーから出て1年足らずで欧州で戦えるんだと勇気づけられることだと思います。すごいな。これから高校から直で欧州移籍増えそう。J を経由しないと耐性しないという批判がある中、まず大きな壁を一つぶち破りましたね。この勢いでトップチームでの活躍にも期待したいです。これも福田くん自身が様々な逆境や批判を乗り越えてそして努力を重ねて自分の実力で勝ち取ったもの。未来の日本代表がついに昇格したか。10代だろうとポテンシャルある選手は A 代表に呼んでほしい。高卒海外組では今のところ福田と福井がトップランナーか。高卒で海外渡った選手で今までで一番良かったのはボルトン時代の宮市。そろそろそれを超える実績を見たいね。パリ五輪間に合うんじゃね？やったね。ここから五輪、ワールドカップまで駆け上がってほしい。板倉のフィードからのゴールに期待。ベリンガムは20歳でマドリーの王や。福田くんも来年ボルシアの王になってくれ。名前がもうライオンみたいで勇ましいので価値格。当チャンネルは小ネタやネット反応集の他にもゆっくり解説動画でサッカー解説もやってます。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。コメントやいいね、励みになります。ゆっくりしていってね。